皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数反比例の利用として文章問題を解いていきたいと思います。 2400m の道のりを分速 x m で歩いた時、かかった時間を y 分として表にした。これが表です。上が分速 x m、 下がかかった時間 y 分になっています。分速の方は40、50、60、80、100、120と数字が入っていて、時間の y 分の方がところどころ空欄になっています。括弧1、かかった時間を求める式 x と y を使って表せと、かかった時間を求める式を x と y を使って表せと。道のり、速さ、時間の関係でこの時間を求めるとき、どんな式だったでしょうか。時間は道のり割る速さ、道のり割る速さ、こういう式でしたね。ここでは道のり、これ2400m ですよね。これを速さ、分速 x m で割れば、かかった時間が出るので y は道のり2400割る速さ x と、 y は2400割る x と、こういう式になります。これ y は決まった数割る x、 こういう形になっているので、もうこの時点でこの x と y は反比例しているとわかるんですね。括弧2番に行きます。空床を埋めて表を完成せよと、空床を埋めて表を完成せよと。この時ですね、 y は2400割る x、 これを使ってもいいんですけれど、反比例もう一つ性質ありましたよね。 x と y を掛け算したらね、 x と y の積、これは決まった数になるんでしたね。つまりここでは決まった数は2400ですから、 x と y の組み合わせ、これを掛け算したら2400になると。これを使って表を埋めていきましょう。分速 40m の時、いくつをかけたら2400になるかと、4624ですから60とね、40の下には60が来るということがわかります。40×60、これ2400です。今度は60の下、60×40 が2400になりますよね。80のところは8324ですから、ここ30が入ります。そして100の下には24があって、120の下には120に20をかければ、2400になるので、120の下には20、こういう数字が入って表が完成するわけです。括弧3、 y は x に反比例しているかと、こういう質問ですね。もう括弧1の式でこれ反比例の形分かっているんですけれど、一応もう一度表で確認しておきましょう。分速 40m だったのが倍の 80m になったとね。分速の方が2倍になった。かかった時間は60だったのが30になっていますよね。つまり2分の1倍になっています。それから、分速 40m が3倍の 120m になっていると、かかった時間は60分だったのが20分と、これ3分の1になっていますね。片方が2倍3倍になったら、もう一方は2分の1倍3分の1倍になっている。このことからも y は x に反比例していることがわかりますから、ここの答えは反比例していると、こうなるわけです。括弧4番です。この道のりを分速 150m で走ると何分かかるかと、こういう問題ですね。これかかる時間ですから、 y は 2400÷x、 これを使いましょう、ね、道のりを変なになってましたね。
2400÷150、 これを計算します。これを計算すると16になるので、かかる時間は16分と、これが答えです。括弧5、かかった時間が25分の時、分速は何メートルかと、この分速を出す時、 Y は 2400÷X、 これを使うよりもう一つの性質ですね、反比例の X と Y をかけたら決まった数になると、 X と Y の積は決まった数、ここでは2400になると、これを使いましょう。速さ X×25、 これが2400になる。これを使うと X はこれは2400÷25、 これを計算すればいいんですね。これ計算すると96となるので、速さ分速96m と、このように計算できるわけです。今回は反比例の利用として文章問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。